猫村いろはは、サンリオウェーブの企画、ハローキティと一緒のキャラクター、もしくはその歌声を表現した音声合成ソフトウェアである。ハローキティと一緒では、秋場系の市場で人気のイラストレーターたちの描く、キティを愛する女性キャラクター、長期ティラーを用いたグッズ販売やゲームソフトといったメディア展開が行われている。猫村いろは、 イラストレーターオカマによってデザインされたキャラクターで2009年に超キティラーの第一弾として発表された。世界中のキティラーの憧れのプラチナキティラーを目指し、プラチナキティラーオーディションに挑む女の子という設定となっている。キティをあしらった衣装を身につけており、通常のアイドル姿のほかボーカロイドに変身した近代的な姿のバージョン等もある。ボーカロイドバージョンは、 ソフト発売のために、ハローキティは風音楽をコンセプトにデザインされた。2015年6月18日にはボーカロイド4に対応した2種類の新音源、猫村いろはナチュラル、猫村いろはソフトが発売された。2010年10月22日より、アーソフトウェアから猫村いろはの歌声を表現した音声合成デスクトップミュージックソフトウェアが発売されている。 ヤマハの開発した音声合成エンジン、ボーカロイド2を採用しており、パソコン上でメロディと歌詞を入力することで歌声を作り出すことができる。得意なテンポは70バイト PM から170バイト PM。得意な音域は E2G4。音域の広さと綺麗な発声を追求し、制作されているという。ボーカロイドは歌手や声優など、 人間の歌声を収録し制作されるが、本製品では、歌声の提供者は歌手である景観京之助となっている。製品のパッケージには、ボーカロイド用コスチュームをまとった姿のいろはが描かれている。猫村いろはが曲に使用されていることが明記された、主な CD。ありがとうございます。